こんにちは、柴戸です。今回はこちらサンズアンプ GT2 をご紹介させていただきます。今回も千葉県船橋市にある千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。かなり古い機種なんですけれども、未だに人気があるペダルでして、まあなぜ人気があるかっていうのはですね、鳴らしてわかりました。この独特ですね、このサンズアンプ GT2 独特の音があるので、それをですね好んで使ってる方がやはり未だにいらっしゃるというところかなと思います。もう鳴らした瞬間にね、なんかねハードロック系を弾きたくなるような、まあ、僕の中ではねキッスをめっちゃ弾きたくなりましたね。でまずつまみのご説明をですねさせていただいて、その後音聞いていただきたいなと思います。今回はねライン録音で音を聞いていただきます。すごくシンプルですよね。ドライブとローとハイとレベルと、めちゃめちゃ簡単に設定ができます。そしてこちらご覧ください。上からですねカリフォルニア、ブリティッシュ、ツイード、これはですねアンプの種類になっておりまして、カリフォルニアはメサブギー系で、ブリティッシュはマーシャル系で、ツイードはフェンダー系という風になっております。なのでこの小さな中にですねメサブギーとマーシャルとフェンダーが入っているという優れものになります。まあメサブギーもねレクチファイアみたいな感じの超ハイゲインではないですけれども、なんか厚みのある歪みっていう感じですね。でお隣がモッド、まあこれはなんかゲインの強さを表現しているような感じで、上から歪みが強いというイメージですね。ホットワイヤード、ハイゲイン、クリーンと。そしてその隣がマイクですね。マイキングを選べるっていうのはですね、これかなり走りだと思いますね。このサンズアンプが最初だったんじゃないかなと思われます。オフ、アクシス、センター、クラシック、まあこれマイクの位置なのかな。このオフアクシスっていうのはちょっと斜めな感じにしてるようで、でこれはねセンターですね。でクラシック、若干離した感じになってると思います。でフットはオンオフのみという非常にシンプル設計なんですけれども、どんな音でも出せるんじゃないかっていうぐらいですね、結構豊富というよりも守備範囲がめちゃめちゃ広いですね。めちゃめちゃ守備範囲は広いんだけれども、独特のサウンドに偏っているっていう、まあなんか表現が非常に難しいんですけど、で説明書がですねあるんですけれども、英語なんですよ。英語なんだけれども、まあなんとなく言わんとしてることをわかるよという風な感じで、まあ例えばアンプだったらこうツイード、フェンダー、ブリティッシュ、マーシャル、カリフォルニア、メサブギーみたいな、まあこうやって見てたらなんとなく理解できるなという風な感じなんですけれども、まあ親切なのはですね、このおすすめのセッティングが載ってあるんですよ。フェンダーベースマンスタイル、マーシャルプレクシースタイルと、こっちにフェンダーファンクスタイルとかですね、こういうの見るとなんか親切だなと思いますね。世界共通で使える説明書と、で後ろには自分でメモれるようになっているとというふうな感じになっております。今回はですね LINE 録音なんですけれども、まあ、いろんな記事をですね読んでいると、ローランドの JC120 との相性が非常にいいというですね記事を目にしました。あとですね JCM の800でハイスタの横山健さんがこれをブースターとして使用していたという情報もいただきました。 LINE 録音のみならずですね、ブースターやアンプシミュレーターとしてもですね、スタジオやライブで活躍してくれる一台だと思います。では今回はですね LINE 録音で聞いていただきます。
We'll be right back.